起こされたりっていうことあるかもしれません。で、まあちょっと簡単に民事裁判の仕組みっていうところを少しご説明をしたいというふうに思います。で、民事裁判っていうのは、まあ訴えたい人、原告、まあ原告が何かを請求、被告に請求したい場合に、まあ原告が裁判所に訴状を出して、で、まあその訴状を裁判所から被告に送達ってね、送って、まあそこで、まあ開戦すると。まあ基本的には訴える側が、言い分を、まあ、主張して、でそれに、それを根拠づける証拠を提出してという形になります。でそれに対して、まあ、被告側、訴えられた側は、いや、そうじゃないよとか、そうですよとかっていうね、まあ、反論したり、して、まあ、反論する場合は、その反論を根拠づける証拠を出すと。お互いの言い分と、お互いの証拠、を出し合って、まあそれをこう、まあ行ったり来たりね、しながら、裁判というのは繰り広げられていきます。で、まあ裁判所はどうするかっていう、どういうふうに、判断するかっていうと、お互いの出てきた言い分と、お互いの出した証拠だけを見て、何が本当だったかっていう、何が真実だったかっていう事実を認定して、裁判所が判断します。で、まあ大体こう裁判って、まあお互い言いたいことは言い合うじゃないですか。だから、まあこの言い分が抜けるってことはまあ少ないんですけど、まあ証拠がなかったりね、言ってるだけとか、あと、まあ不十分だったりってことはまあ多々ある話で、両方揃わないと裁判所って認定してくれないんですよね。だって裁判官って、どんなことが起きたかってその場で見てないので、本当かどうかって分かんないわけですよね。言ったが言ってることがぶつかり合ったとき。そうすると、まあそれの、じゃあ証拠出してくださいよと。そしたら、まあ認めるか、ちょっと検討しますよって話になるので、やっぱり、ね、主張と証拠で言うと、まあ、証拠ってすごく大事です。